こんにちは、ソーセージです。これなんでっかわからぬ。これを落として、次はここなんだね。ここなのか、広いのか、広いんだが落ちるエリアで拾わねばならぬような場所はある？拾える場所ないよね。ないと思うな。と、何が書いてあるか。 By the time the fountains were let run dry、泉が枯れ始めた。 People here had already lost hope in ever controlling the waters。 もう水をそうなんとかする手段はなかった。なんかあれなんですね。あれ、え、押せない。あ、そっか。ははーほほーはは、ちょっと変なとこ行っちゃった。これ一つここに出んねんやろ。それで転がってってここに降りて、もう一本のソーセージどこに置こうかな。それがわかんねえんだけど、あのソーセージどこに置こう。今あそこにあるのがあんまり良くない気がする。主人公が渡る方法がまずないのか。足場がこのなんつうのチェックボード柄みたいな感じだから。あれ、もう一個ある。これってさ、なんかこっちを先に解いてでそこで見つけたソーセージを使ってこっちを解くみたいな、そういう順番の可能性もあるよな。下も見てみよう。いける？いけるか、まず。いけはする。で、ちょっと待ってくださいよ。この足は、なんか、これおかしいよね。このピースって多分あそこのピースとはまるんだよね。なんでこんな回転した感じに、この足場をなんか押し出して、回転させて上に。でも足場回転せんでな。謎。この辺は何？なんかもうまた順不動になった、パズルが。そんなことないのかな。ここは解けないと先に行けない。だろうね。They used to come to the bath house to escape the sun. But by the end they were drawing their criminal there.日光から逃れようとして、バスハウスなんだろう、浴槽なんだろう、銭湯みたいなとこ、そんなことあるかな。だけどそこでみんな溺れちゃった。大災害があったんですね、この地に昔。They tore at their hair with frustration and rolled around on the ground。 なんかまあひどいありさまよみたいなことかな、よく分かんなかったです。こちらは逆にこっちは2本ないとダメなんだな。あれを解くことで右上が解放されて、右上を使うことでここの足場2本を確保っていう感じか。じゃあやっぱりあっちを解くべきだ。これを解くべきです。で、解き方が謎。これを使ってゴロゴロゴロっていって、もう1本でゴロゴロゴロっていくには、これの通過するラインと接する線上にあれがあってくれないといけないから、あれをもっと右まで押してあげとかないといけない。だけど主人公はそこまで行けないんじゃないよな。今
主人公があそこで降りるっていうことができない状況なので、もっと手前にあるべき、あそこにソーセージ置くのはやっぱりおかしいよね。アクセスできるもんな。アクセスできる下のエリアに持ってきたいんだけど、これ長いかな、長いかな。はい、これをしかないのか。刺して、いや向きを変えることできなさそうだよな。あそこって沈むんだっけ。あそこ沈むはず。あそこじゃなくて、この手前までは持ってこないといけない。これでよかったのか。これで持ってこれば知るんじゃが、それをどうするというところですね。もうそこ沈むんかい。記憶力がいくない。とりあえず確保、乗って向こうに行く。乗って向こうに行く。ほっほっほ、乗って向こうに行く。はっは、乗って向こうに行く。はあ、乗って向こうに行く。これに乗って、それに乗って途中でこっちに乗り換える。そこにあるとこう来て、いや、あそこ使うのかしら。おう、この足場は何であるんだろう、何であるんだろう。使うんだけど使い方が分かってないな今。ちょっと待てよ。こう、あ、戻れないのか。そうです、戻れないんです。こうじゃなくて、やったらもう一個上なのか。ここにあって、こう、こうするとこうなるけど、焼きすぎになるよね。こうなるから。で、しかもこっから乗り継ぎもできないから、これってこれってなんだけど、こうやって、そうやって、おー、マイガー、そうなのか。いや、これやって、あれ広いんし、広いんがや。
最初に こっち側に2本あるのは多分確定だと思うんだよね。そうしないと90度曲がることができないだろうから。でスタート地点からはこれを使って転がるのも確定でしょ。これを使って転がるんだけど、転がった先にこれを置いとく場所はどこだ。一旦こいつに乗った後に乗り換える場所を考えると、これがこうなってたりする。そうなるとこっちからこれが移動させることはできるけど、次がないんだよな。これそれをやった次に降りる場所がないから、刺して持ってったって同じだよね。落とすことも回転することもできないんだから。右上の足場までどう行くかを考えたいな。右上の足場までどう行ったら考え、どうやったら持ってける？どうやったら持ってける？右下しかないんだよな。これをでもな、これがあそこに接するところまで行くと池に落ちるんだよな。この5番の右端に持ってっても、そこってこの横向きのソーセージは落ちるんだよね。そこまで持ってかないってことある？スタート直後が横向きのソーセージで、縦に切り替えて横向きがない。いっぺんに焼こうとするのが間違っていて、片面焼く、あー俺らない、間違えた。こっちサイドの2面分のグリルで片面だけ焼いて戻ってくるを繰り返すみたいなこと？ああ、こっから降りられん。ソーセージの乗り継ぎ慣れてないね。来る道中で焼く、横行って縦行く、ああなんだろうこれ、なんで分かんないのか分かんないな。さっとひらめいても良さそうなんだけど、見えてないね今。スタートにこれが置いてあり転がる、そこに戻ることはできない、そこに戻ることはできない、片
つこれに乗り換えるのであればこれを押していって先にこれを押してこれを押してかつここに戻ってきて足場に戻るっていうのはもう不可能だもんな。もう不可能なんだよね。この乗り方してちゃダメなんだよね。折り取らないから。かといってこれを上にやるとこの後このソーセージを動かすこともできんし下にやるとはしごを降りられんのでこれがここにこのソーセージがここにあることが間違い。戻ろうとするのが間違い。行ったら行ったっきりそのまま向こうで降りんといかん。ここが間違いだったら横向きのソーセージがそこにある。このソーセージがここにあったらこれだったら登り降りは何回でもできる。でもこのソーセージに乗ってやれることは別になくそっからこっちに渡ったとってあーこれだったら焼ける。焼けないよ。戻れないんだって。さっきやったもんね。それん？これで乗り継いじゃうと戻るときにこれがロストして終わる。この乗り継ぎじゃなくてこの乗り継ぎじゃないって。そんなことある？ここに来て乗り継ぐことある？先がないよ。くー、わからん。あー全然わからん。これソーセージが根本的に足りてない。やっぱりこっちをやるのか。これソーセージ2本で足場2つなくしちゃいかんよな。でもちょっと気分転換にこっち行ってこよう。可能性ゼロじゃないからっていうかね、こっち側を解く可能性が俺の中で今見えないの。光が見えないのよ。先、例えばこの奥のそうやつは押せんのか。先にそこに引っ掛けておけば確保できるなと思ったんだけど、そうじゃないんだ。そうじゃないのか。じゃあやっぱここ2ついるんか。2つ足はないと無理やもんな。あ、そう。これ持ってくるの、これ持ってくわけでもないか。これなんだ。
て待て待て待て、今落ちてるものを忘れてないか。これが落ちそうやぞ。フォーフェイスはこいつのことだろう。これを落としちゃいかんだろう。これを見落としちゃダメだよ。これを見落としちゃダメだろう。あー、何やったんや。20分、20分間解けないパズルをずっと考えてたのか俺。やりますね。超使うじゃんこれ。たー、どうやって転がす。さっき考えてたことを思い出して、最初はこれ、最初はこれで出発するので、あそこで90度回転して戻ってくるのが理想だから、このソーセージが右側にあって、あれが引っ掛けて、このソーセージがあって、降りて、これはちょっと降りらんなくないかな。やってみましょう。この足場の挙動が、これで降りられる。あ、ここ通れるのね。あ、これ通れるのね。はーい、両任されよ。上行った方がよくないか。最初上行く方が簡単ではないか。これで一回焼けるじゃん。焼けねえわ。違う、これがそっちにないとダメだった。あれ、これがそっちにあれば、じゃよね。こうして、これめんどくさいかな。いや、めんどくさいかな。いや、臭いかな。いや、大丈夫。こう来て、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 ワンツーで、はしごに降りたいから。これはもう一回やれば勝てるじゃん。なんだよ、難しくないよ。多分これはもういけるよ。そないに難しいことじゃなかったよ。見落としてたね。なんかステージのギミックとか、次のパズルを先に解くんじゃないかとか、なんか違うその思考に持ってかれて、単純なところを見落としてしまったね。足場を落とした。いやーだ。待てね、このソーセージは下にないといけないので、上に持ってって、こちら下の焼き場の様子が見えない。まあいっか。でこうして焼き場をこれで乗れるようにして、これで、これでいいのでは、これでいいのでは。こうするじゃん。てん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 。簡単じゃねえの。簡単でねえの。いやー、申し訳ない。申し訳ない。多分見てる人、多分このステージ入った瞬間に落としとるやんけって多分皆さん思われると思うんですけど、見えてなかった。 OKOK。 で次は、まあフォーメーションは多分あれやろというのはもう分かるので、次はまた足場動かしステージですね。準備してから
25分次準備して切って、次回の動画に行きます。お疲れ様でした。悔しいな。